オーグルワカイズカは愛知県名古屋市水北にあるカイズカ。カイズカ以外の遺跡も見つかっていることからオーグルワ遺跡とも呼ばれる。オーグルワカイズカ出土した屈葬人骨のレプリカ昭和14年、水穂陸上競技場の建設の際に発見され、昭和16年に国の史跡に指定された。昭和55年、競技場の改築のために旧スタンドを取り壊した際に、 その下に遺跡が良好な状態で残存していることが確認され、約2200平方メートルの発掘調査が行われたところ、周辺を含めて縄文時代前期から古墳時代中世の複合遺跡と判明した。山崎川の対岸で見つかった死も内田貝塚も同じ集落に含まれると考えられている。貝塚は縄文時代前期のものが4箇所で、その中から 石符や石賊などの石器類、土器や土製の耳輪などの他にほぼ完全なく想人骨と複数の人骨片が出土。また、縄文板機の亀看板群や縦穴住居跡なども検出された。出土品は名古屋市博物館に収蔵されている。発掘された人骨のうち、胸の上に犬の骨一頭分を抱いた形で見つかったものがあり。 一緒に埋葬された可能性が指摘されている。また、最も完全な状態で確認された一体については、競技場スタンド横に発掘時の状態を模したレプリカが展示されていたが、現在はレプリカが収められていたケースのガラス多いの上から説明が掲示され、見ることができなくなっている。ありがとうございます。